オースティン・ドバート・ブライスは、香港出身のアメリカ合衆国のプロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のボストン・レトソックス参加所属。香港生まれだが、これは、父親が、建設業界で働いていたためである。2010年の MLB ドラフト9巡目で、フロリダ・マーリンズから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・マーリンズで、プロデビュー。 6試合に登板して0勝1敗、防御率4.32、8奪三振を記録した。2011年もルーキー級、ガルフコーストリーグマーリンズでプレーし、11試合に登板して6勝0敗、防御率2.96、55奪三振を記録した。2012年は、A 級グリーンズボログラスホッパーズでプレーし、25試合に登板して8勝6敗3セーブ。 防御率4.35、122脱三振を記録した。2013年も A 級グリーンズボロでプレーし、26試合に登板して8勝11敗、防御率5.73、111脱三振を記録した。2014年は A 級ジュピターハンマーヘッツでプレーし、25試合に登板して8勝9敗、防御率3.60。 109奪三振を記録した。2015年は A 級ジャクソンビルサンズでプレーし、25試合に先発登板して6勝9敗、防御率4.67、127奪三振を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、メサソーラーソックスに所属した。11月20日にはルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。 2016年、マイナーでは A 級ジャクソンビルとトリプル A 級ニューオーリンズ、ゼファーズでプレイし、8月12日にメジャー初昇格を果たした。同日のシカゴホワイトソックス戦でメジャーデビュー。この年メジャーでは15試合に登板して0勝1敗、防御率7.07、14奪三振を記録した。2017年1月19日に、 ダンストレイリートのトレードで、ルイスカスティーヨ、アイザヤ・ホワイトと共にシンシナティレッツへ移籍した。この年は22試合に登板して、防御率4.96、26奪三振を記録した。2018年は33試合に登板して2勝3敗、防御率5.79、32奪三振を記録した。2018年11月2日に、ウェーバー工事を経て、 ロサンゼルス・エンゼルスへ移籍した。だがこの後、2019年1月4日に、ボルチモア・アオリオールズ、2月4日に、マイアミ・マーリンズへといずれもディエフェの後に、ウェーバー工事を経て目まぐるしく移籍を繰り返した。2019年は36試合に登板して1勝、0敗、防御率3.43、46奪三振を記録した。2020年1月7日に、 コーリー・リッカーソンの加入に伴って、ディエフェとなった。2020年1月10日に、ウェーバー工事を経て、ボストン・レッドソックスへ移籍した。この年は21試合に登板して1勝0敗、防御率5.95、25奪三振を記録した。2021年5月21日に、ディエフェとなり、25日に、マイナー契約で参加のトリプル A 級。 ウースターレッドソックスへ配属された。7月10日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。7月16日に再びディフェとなり、翌17日にマイナー契約でトリプル a 級ウースターへ配属された。フォーシームは高回転で空振り率も優秀である。ありがとうございます。